こちらの電車は北朝鮮の平壌にある革命自責車両館に保存されている鉄道車両です。名前はデロハニ100型102号。実はこの電車、かつて日本が朝鮮半島を統治していた時代に使用されていた日本製のものです。主に観光客の輸送用として100年近く前に開業した金剛山電気鉄道で、朝鮮半島を経て南北が分断されたこともあって廃止となりました。キム・イルソンとキム・ジョン・イルも乗車したことから現在に至るまで大切に保存されているのです。韓国併合時代の古代の遺物と思われるかもしれませんが、驚くべきことに現在でも北朝鮮では日本統治時代の鉄道設備が流用されており、老朽化や電力不足で様々なトラブルに苛まれています。今回は北朝鮮の知られざる鉄道事情に迫っていきましょう。当チャンネルではこのような北朝鮮や韓国についての情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。朝鮮半島における最初の鉄道は1899年に開通した京仁鉄道です。李氏朝鮮が近代化を推進する過程で日本が鉄道の敷設を提案し、正式に鉄道敷設権を得た日本によって行われました。移動手段が牛馬、カゴ、船などしかなかった当時の人々は猛スピードで駆け抜ける鉄の塊を見て度肝を抜かれたことでしょう。一方、北朝鮮で最初の鉄道路線は日本が日露戦争の軍事輸送を目的として1906年に開業した京畿線です。1910年に韓国を併合した日本は本格的に鉄道インフラの整備に着手。鉄道の管理は朝鮮総督府鉄道局が担うこととなり、終戦までの約30年間で鉄道路線は1085キロから6419キロにまで伸ばされました。日韓で大きく評価が分かれる韓国併合ですが、日本の手により朝鮮半島の鉄道インフラが発展したことは否定できないでしょう。その勢いが止まったのが1945年の太平洋戦争での日本の敗戦です。それによって朝鮮半島は日本の管理を離れ、北部はソ連が、南部はアメリカがそれぞれ統治することに決定されます。鉄道の管理権は朝鮮総督府鉄道局の手を離れ、当時の北朝鮮の行政機関である朝鮮人民委員会に移りますが、戦前に鉄道管理を担っていた日本人の大半が追放されていたため、適切な整備を行える人材が不足していました。それに加えてソ連軍が自国の復旧のために物資を持ち去ったことから、北朝鮮の鉄道網はすぐに麻痺してしまったのです。それに追い打ちをかけたのが1950年にキム・イルソンの南部への侵攻により勃発した朝鮮戦争でした。激しい爆撃によって都市は更地と化し、交通網がほぼ完全に遮断されたため、輸送の要である鉄道の復興が優先的に行われることとなります。主にソ連と中国が経済援助や技術提供を行ったほか、ポーランドも機関車の修理などを請け負い、戦後から10年を待たずして当時日本が広げた鉄道網がほぼ蘇った形へと復旧を遂げました。1960年代以降の鉄道業は電化の推進が重視されるようになります。当時の指導者キム・イルソンは資源の自給自足を謳っており、国内で賄えない石油の使用は控えて石炭と水力のみによる発電に切り替えたのです。もともと北朝鮮には日本統治時代に建設された大規模なダムが残されていた上に、機械工業も発展していたため、電力事情は韓国よりも有利な環境でした。1961年には北朝鮮で初となる本線用電気機関車が開発され、1970年代になると地下鉄や路面電車なども続々と製造されていきました。朝鮮戦争後から1970年代は北朝鮮の鉄道発展における黄金期であり、経済産業において韓国よりも優位に立っていたのです。しかし長年電力に強く依存して電気機関車ばかりを開発してきたツケを北朝鮮は1990年代になって払うこととなります。深刻な電力不足です。1990年代初頭から1998年にかけて水力発電で3割、火力発電で5割の発電量が減少し、総発電量が100億キロワット以上も低下しました。また友好国であるソ連の崩壊、外貨不足による貿易額の低下、核開発に伴う周辺国との関係悪化など、いくつもの原因が合わさって北朝鮮経済は窮地に立たされます。鉄道網はその煽りをもろに受け、時刻表通りに運行できなくなり、国民の移動や物資の輸送が大幅に制限されました。キム・ジョン・イルの乗る専用電車と外国人が乗る国際電車を除く大半の鉄道網が機能しなくなり、地方都市の電車は数ヶ月単位で遅延するようになります。新たな列車の開発資金もない北朝鮮は
老朽化して廃車となった日本製の蒸気機関車の復活を試みるほどに追い詰められます。この悪い流れを断ち切ったのは、敵対国として憎んでいた韓国からの支援でした。2000年に行われた南北首脳会談を機に、長期間分断されていた南北をつなぐ鉄道の連結が決定するなど、北朝鮮と韓国の関係改善が進んでいきます。ところが、北朝鮮の軍部が試運転の中止を一方的に通告したことで鉄道の連結は実現せず、今日に至るまで二国間を自由に行き来できる状況にはありません。北朝鮮は依然としてエネルギー不足や車体の老朽化といった問題を解決できておらず、近代化には程遠い現状です。北朝鮮の鉄道史を振り返ったところで、現在の北朝鮮の鉄道状況を具体的に見ていきましょう。キム・イルソンの打ち出した方針通り、北朝鮮の鉄道電化は非常に進んでおり、2004年の時点で電化率は 80% と日本や韓国を上回っています。しかし2019年の総発電電力量は韓国のわずか20分の1以下で、北朝鮮全体の電力需要における2割程度にしか満たない水準です。エネルギーの供給が全く追いついておらず、停電や故障といったさまざまな問題に悩まされてきました。まず北朝鮮の列車は電力不足でまともな速度が出せません。2018年に韓国の機関がとある路線を調査したところ、トンネルや枕木が老朽化している関係で、運行速度は時速20キロから60キロで、大半の区間が30キロ前後しか出せなかったといいます。通常なら1日で到着するはずの目的地まで4日から10日以上かかることも珍しくありません。運休や遅延も日常茶飯事で、到着時間を優しく知らせてくれることもないため、いつ来るかわからない電車を駅のホームで数日間待つこともザラです。あまりに鉄道が不便すぎてタクシーでの移動を選択する者もいますが、車が普及していない上に国内航空便もない北朝鮮において、中長距離の移動で真っ先に候補として上がるのはやはり鉄道です。このような状況で鉄道を利用しようとする人はどのような困難に直面するのでしょうか。北朝鮮国民が列車に乗るまでには、身分を証明する住民登録証に加えて通行証を発行しなければなりません。国内のほとんどを自由に移動できる平壌市民以外の国民は移動の自由が大幅に制限されているため、移動できる手はずを整えるだけで長いと1週間以上を費やすこととなります。それについては別動画で解説していますので、ぜひ合わせてご視聴ください。これらの必要書類を揃えてやっと切符を購入する準備が整うわけですが、平壌行きの列車には各地方にあらかじめ切符の販売枚数が決められているため、多額の賄賂を積まなければ乗車することができない場合もあります。必要書類の有無を厳しく確認するのが列車に同乗する列車安全員です。所持していないことが途中で発覚すれば強制的に列車から降ろされ、最悪の場合は強制収容所行きとなります。切符や住民登録証に加えて、乗車する際は大量の食料や飲料を持ち込むことも忘れてはいけません。列車が電力不足や不慮の故障で長期間停止し、途中で飢える可能性があるからです。北朝鮮の国民にとって鉄道での移動は文字通り命がけと言ってよいでしょう。乗客の命を脅かす要素としてもう一つ特筆すべきことが列車事故です。日本でも過去に大規模な衝突事故で数百名が亡くなったことがありますが、北朝鮮の列車事故はそれをはるかに凌駕します。製造から70年以上が経過して老朽化した列車を使い続けている上に、枕木が腐食してレールが曲がることもしばしば。自動信号化率も2000年初頭の段階でわずか 1% と非常に低く、駅員が手動で安全確認を行わなければいけないため、北朝鮮に無人駅は存在しません。運行の安全性がまるで担保されていないこの状況で、死者1000人以上の大事故が幾度も起きています。特に凄惨な列車事故をピックアップしてみましょう。1996年、12両編成の列車が断崖から転落して、2000人から6000人が死傷。屋根にも乗客を乗せたため、過積載で制御が効きませんでした。1997年、対向車待ちをしていた列車のブレーキが故障し、下り坂を時速100キロ余りで10駅以上の区間を逆走。途中で2両が大破して数百人が死亡しました。1998年、停電でストップした列車が坂を高速で下り始めて4両が脱線。救出の遅れや寒さで1500人が死傷しました。2000年、列車同士の衝突でガソリン運搬タンク列車が大爆発し、4000人の死者と3000人の負傷者を出しました。2004年、貨物列車が大爆発を起こして半径500メートル以内の建物が全壊し、3000人以上の周辺住民が死傷。2006年、急行列車と貨物列車が正面衝突。
670人の死者と1700人余りの負傷者が確認され、病人搬送に手間取った結果、最終的に1000人以上が死亡しました。厳しい情報統制を敷いていても、これだけの事故情報が漏洩していることから、実際の列車事故はさらに多いとみられます。最も鉄道環境が整備されているであろう平壌ですが、2022年末に走行中の列車が突如停車して乗客が閉じ込められる事故が発生しました。老朽化した設備の総入れ替えや発電量の増加が実現しない限り、こうした事故は今後も起き続けるでしょう。こちらが2020年時点での北朝鮮の路線図です。14の路線が中心部を避けるように張り巡らされています。北朝鮮の列車は急行、準急行、各駅列車という中長距離を走行する3種類の列車と、比較的短距離を走行する通勤列車に分けられます。通勤列車は日常生活で利用することが多いため、定期券も発行されているようです。中でも最も優れた交通網を持つ平壌の交通事情について解説していきます。一部の高級官僚を除いて自家用車の所有が認められていない北朝鮮において、電車の重要性は非常に高いです。交通機関の運転時間は基本的に6時から22時で、時刻表も一応ありますが、安定の電力不足で予定通りに運行しないことは全く珍しいことではありません。平壌では具体的にどのような鉄道が運行しているのでしょうか。まずは北朝鮮で唯一の地下鉄である平壌地下鉄です。南北に伸びるチョルリマ線と東西に伸びる北進線が交差するように運行しています。1日の利用者数は平日で約40万人、祝日の前後だと約70万人に上り、ラッシュ時の混雑はかなりのものです。平壌市民は8時の始業に備えて7時に出勤するのが一般的で、通勤ラッシュの時間帯は3分間隔で時速30キロから40キロの速度で運行しています。宮殿のような派手な外観の駅舎は地上3階建てで、改札口には自動改札機が設置されており、 IC カードも使用可能です。改札を抜けるとホームまで約4分かかる長いエスカレーターを降ります。最深部で150メートルという世界一深い場所を走行する地下鉄として知られており、一説では核シェルターの役割も兼ねているとのこと。エスカレーターを降りた先のホームには労働新聞を掲載するスタンドや書籍などを販売する売店、さらにはキムイルソンの金剛像も設置されています。近年は平壌地下鉄の改修工事が進められており、ホームの天井の照明が明るくなったほか、テレビや換気装置も導入されたそうです。構内の壁は大理石や花崗岩で作られており、シャンデリアやモザイク画といった豪華な置物も合わせて高級感漂う雰囲気。それゆえに海外の鉄道マニアからも人気が高いスポットですが、外国人観光客が駅を見学するにはツアーの行程にあらかじめ組み込まなければならず、ガイドに同行してもらいながらの見学となります。そもそも北朝鮮では外国人が自由に乗車できる列車自体ほとんどないため、平壌地下鉄の全貌は謎に包まれている部分も多いのです。実際に公にされていない最高指導者専用の路線があると言われています。北進線の終点ラグオン駅にある諸村中央動物園の地下に広大な空間があり、有事の際には地下鉄を使って兵士や物資を輸送することになっているとのこと。真偽のほどは不明ですが、北朝鮮であれば秘密裏にそのような施設を建設していても全く不思議はないでしょう。次に平壌市電、いわゆる路面電車です。日本統治時代から運行していたものの、朝鮮戦争で破壊されて廃線となり、1991年になって改めて平壌に開通しました。地下鉄とともに市民の重要な移動手段を担っていますが、電力不足で特に冬場は運転停止となることもあるようです。現在運行しているのは3系統の路線で、2両から3両編成の車両が5分から10分間隔で走行しています。車両は基本的にチェコのメーカーから新車で導入されたもので、北朝鮮で一から製造された車両はありません。また平壌市電の路線以外で、キムイルソンとキムジョンイルの遺体が安置されたクムスサン太陽宮殿の参拝専用の電動車も運行しています。料金は無料で、参拝客が入場できる午前中のみの運行です。最後にご紹介するのはトロリーバスと呼ばれる、道路上空に張られた架線から供給される電気で運行するバスです。路面電車のように軌道を敷設する必要がなく、排気ガスも出さないといったメリットがありますが、より性能が高い路線バスの台頭もあり、日本では現在一部地域を除き廃止されています。北朝鮮のトロリーバスは1962年に初めて路線が開通しましたが、市電の新設に伴って運行本数は減少傾向にあるそうです。
電力不足や故障で道の中央で停車した際は、乗客が外に出て人力で車両を路肩まで押しているとのこと。交通手段の中でも使い勝手はかなり悪そうなので、今後廃止の方向に進んでいく可能性もあります。最後に鉄道員の存在について触れておきましょう。北朝鮮に無人駅がないことはすでに言及した通りですが、車内乗務員や機動電車の運転手などは大半が女性です。この点については日本より女性の社会進出が進んでいると言えるかもしれません。駅のホームに立って列車を誘導したり整列して点呼を取ったりする姿がよく見られます。彼らの給料は5段階に分かれていますが、いずれもかなり低いと言わざるを得ません。最高ランクでも月給3000ウォン、最低ランクでも月給1700ウォンです。しかも国が直接支払ってくれるわけではなく、駅の切符販売や余剰部品の転売といった小さな努力を積み重ねて各地区が自力で稼ぐ必要があります。さらに給料が低いものは現金すら得られず、毎月15キロの食料しか配給されないそうです。乗客が優先的に切符を得るために鉄道員に賄賂を渡すこともあると先ほど解説しましたが、鉄道員の待遇を考えればそういった状況も致し方ない部分があるかもしれません。また事故が発生した際は、その列車を担当した役職者が責任を取らされて最悪処刑となる場合もあります。列車事故が多発する北朝鮮において、鉄道員はいろいろな意味で危険と隣り合わせの職業だと言えるでしょう。朝鮮戦争から1970年代にかけて、日本が残した遺産や周辺国の援助をもとに交通インフラを発展させた北朝鮮ですが、電力不足や車両の老朽化、経済の悪化などによって現在は交通網が正常に機能しなくなっています。移動を制限する制度が多い上に、鉄道を含む交通環境がほとんど整備されていないという状況でも、国民はそれにどうにか適応して暮らしているようです。皆さんは北朝鮮の鉄道事情を聞いてどう思われたでしょうか。よければコメントで教えていただけると嬉しいです。当チャンネルでは今後も朝鮮の文化、歴史、事件などについて解説しますので、動画を気に入っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。